ちは。今回、はい、そのテーマとして、鳥になるっていうのがあるんですけど、はい、それがここでできるってお伺いしたんですが、そうなんですよ、鳥に、そうなんですよ、はい、なれますよ。なれるんですか、はい、なれるんですよ。どういうことなんだろう、何なんですかそれは。それ、ね、パラグライダーですね。空を飛べるんですよね。そういうことですね。そういうことです。鳥の目線になれるっていうことか、はい、ただですね、はい、本日が風が強くてちょっとパラグライダーするには危険な風なのでちょっと飛べない。すごい、もう私今すっごい複雑な感情です、いろいろと。うわー、今日ちょっと鳥にはね、お天気のあれで、まあでもその自然に影響されるっていうのも鳥ですもんね。そうです ね、 ね、今日はじゃあちょっと今回は羽を休めさせていただいて、今回ちょっとですね休憩で、はい、はい、それでは皆さんにこの鳥になって見てもらう阿蘇の大自然ご覧ください。どうぞ。私が前回お世話になった方を見つけました。坂田さん、お久しぶりです。久しぶりです。お元気されてました？はい、なんかみなぎってますね、エネルギーが、ね、すっかり白髪になっちゃったでしょう。確かに、あ、本当ですね。どうですか阿蘇の生活は。阿蘇はもう今年でね、実は30年目になるんです。もうそんな経つんですね。もともとは阿蘇じゃないんですもんね。天草出身。そうなんですよ。阿蘇のいいところはどこですか？いいところですか、はい、っていうかもう悪いところがないんですよね。はあ、なるほど。まあ僕一番好きなのは気候、うんうんうん、あとね、あと色が変化するんですよ、四季で。なので四季を感じれるっていうのはやっぱいいか。自然ありきで生きてるってこうなるんですね。ねえ、